今日もありがとう。京都立花高等学校吹奏楽部6試合のために台湾に来てください。ポップアップパレードコンサートパフォーマンス、あなたの努力を見てください。台湾ファンとして誰もが感動できる、みんなの耳も満足させます。大臣が言ったように日本と台湾ですが遠く離れた、でも音楽は私たちをつないでくれる、あなたは持っていますか。日本に戻る、でも音楽は続くよ。世界中のファンとつながる、また来ていただければ幸いです。時間を調整できる、よくやったリストにあるもの全て私たちは本当に大好きです。特に叫ぶとき台湾が大好きです。本物私たちに衝撃を与えた、願っています。この7日間で台湾に来ることはできますか。いつまでも思い出に残しておいてください。出会うのは運命だ。チャンネル登録へようこそ。見てくれてありがとう。